ブローダスクレイ、ブローダスクレイ、ブローダスクレイのリングネームで知られるジョージ・マードック、ジョージ・マードック、1973年2月21日体はアメリカ合衆国のプロレスラー、カリフォルニア州ロサンゼルス出身、スヌープドックのボディーガードを経て、2006年に WWE とディベロップメント契約を交わし、入団、参加団体の DSW にて、 ジーリラ、ジーリラのリングネームでデビュー。巨体を生かした戦い方に上層部の目に留まり、12月に WWE に昇格。スマックダウンと E-CW の合同のハウスショーに本名である、ジョージ・マードック名義で2日間出場するも、結果を残すことができず降格。2007年、フリーキン、ディーコンとタッグチームを結成し、トップ戦線に乗り出すが、 タック王座に手が届かず、3月には仲間割れを起こしてタックを解消することになった。4月に DSW が WWE との関係を解消したことにより FCW へと移籍。FCW 移籍後、これといった活躍をすることができず、2008年2月に WWE から解雇されることとなった。2010年、WWE と再契約。 ジーリラから、ブローダス・クレイ、ブローダス・クレイにリングネームを変更。由来は、スヌープドックの本名、カルガン・ブローダスからあやかった。ドニー・マーローとコロッサル・コネクション、ザ・キャラッセル・コネクションというタッグチームを結成。FCW ・フローリダ・タッグチーム王座に数回、挑戦しているが、手に届いていない。マーローとのタッグを解消後は、ジャクソン・アンドリュースと巨漢同士のタッグを組んで、 FCW のリングを席巻した。2010年12月、NXT のシーズン4にルーキーとして参加。プロにテッド・デビアスとマリースを迎えるが、シーズン途中にアルベルト・デルリオに変更。巨体を生かしたパワーファイトで準優勝という結果を出した。NXT シーズン4終了後、3月7日の RAW の放送に登場。 デルリオから復帰したクリスチャンを相手にするよう命じられ、追い込むもトルネード DDT を喰らい敗北した。4月には、WWE の祭典であるレッセルメイニア27において、デルリオのセコンドとして初出場。そして、5月の p p v であるエクストリームルールズにおいては、試合途中にクリスチャンの妨害に入ったもののリースチャンに、鉄製はしごに投げられ、 その際に顔面を切り出血、しかも直後に同じく投げられてきたデルリオをリング下で受ける際に脳震盪を起こすという怪我を連発し退場した。以後、長期欠場。デルリオとの関係は自然消滅し、8月からスパーストアーズのダークマッチで復帰。スパーストアーズを主戦としてシングルで活動し、工業が行われる場所の地元レスラーたちを相手に勝ちを重ねた。 11月より RAW でプロモーションを行っているが PPV、ザロックの試合復帰といった関係上より存在感が薄くなってしまうことを懸念され登場を伸ばされていた。2012年1月9日の RAW にて WWF に所属していたフラッシュファンクのギミックに基づいたプラネットファンク出身のファンクダンサーというギミックで D はであり バックダンサーのアンクエッティーズ、ナオミキャメロン・リンを率いて、サムアップを決めてからパイロを打ち上げ派手に登場。カート・ホーキンスを相手にフィニッシャーである、ホール・オブ・ヒューマティーを決めて圧勝した。その後もスパー・ストアーズの時と、同様、RAW とスマックダウンのレスラーたちを倒した。2月に入ると出場機会がなくなり RAW のバックステージで待機することが多くなったが、 3月12日の RAW にてジンバー・マハルを相手に復帰。その際、フィニッシャーであるホール・オブ・ヒューマニティをオー・ファンク・イットへと解明している。レッセル・メイニア28では試合を組まれなかったものの、ナオミとキャメロンを従えてメインイベントのシナ VS ・ザ・ロックの試合前に登場した。レッセル・メイニア28終了後、ドルフ・ジグラージャック・スワガー。 ザミズと抗争を行い勝利。しかし、ビッグ、ショートの退治した際には試合前に強襲されてしまい、退場した。シナ vs ビッグショーの抗争ではシナをアシストし、シナの勝利に貢献した。11月、サバイバーシリーズ2012では10人制、エリミネーションマッチにて天才と因縁が生まれ抗争に、発展するが、次第に天才をもてあそぶようになる。 2013年1月28日、RAW ルーレットにおいて、天才とのランジェリーピローファイトを命じられるが、後に試合内容がダンス対決に変更されたことを、天才は知らずに、リング上に下着姿登場。さらにはダンスまでしてみせた。2月1日のスマックダウンでは、3メガバイトに襲われる、天才をクレイが救出し、ファンカダクタイルズと共に、リング上で、 勝利のダンスを披露した。そして、タックチームトンズ・オブ・ファンクを結成し、天才にスウィーティー、スイート・ティーというニックネームを名付けた。タックチーム結成後、ローデス・スカラーズと構想し、レセルメイニア29では、ファンク・ダクタイルズや、ベラツインズと共に8人タック制を行う予定であったが、時間の都合により、翌4月8日の RAW に回され、結果では勝利した。 11月、自身の入場曲である、サムバディーコールマイモマを使用し、ファンクダクタイルズと共に登場したエグザビアーウッズに、怒り、勝利した後も追撃する姿勢を見せた。以降、ウッズアールトゥルースと抗争を開始、12月15日の PPV において、アールトゥルースとのシングルマッチで、ダーティーファイトを繰り広げた後に、天才とファンクダクタイルズから見放され、上で敗戦した。 翌16日の RAW にて、ライバックカーティスアクセルとのタッグマッチで天才が、敗れた際に天才にオーファンクイット、お浴びせ、決別。以降、ウッズトゥルースらと構想を続けるが人数差による、作戦、試合中ファンクダクタイルズが現れ踊って、挑発するなどに敗れ、WWE での出場が激減した。2014年4月2日、 NXT に登場し、ウッズを簡単に倒すと試合後に、NXT 王者であるエイドリアン・ネビルに王座戦を組む、よう、マイクアピールをすると、ネビルもこれに快諾。4月9日に王座戦を行うもリングアウト負けとなり、これに納得のいかなかったクレイは再戦を直訴。ネビルも引き受けて4月24日に再戦を行うが、ネビルのフィニッシュである。 レッドアロー暗い敗戦となった。6月12日、WWE の公式サイトにて対談することが発表された。WWE 解雇後、2014年8月2日、ニュー、ノースイーストレスリングに出場。ブッカーティーをセコンドに従いて登場し、J バスタースティービースタモスとハンディキャップマッチを行い勝利した。30日、FCCW。 ファーストクラスチャンピオンシップレスリングにて、シェーン・ヘルムズとタッグを組んで、エリック・エスコバーランス・ホイットと対戦して勝利。9月6日、アップエ、オールプロレスリングにて、JR ・クラトスと対戦するが敗戦した。2014年10月15日、ティネの番組であるインパクトレスリングにて、イーサン・カーター三世から呼び出される形で登場し、タイラス、タイラスの、 リングネームでデビューすることが発表された。同日にデビューマッチを行い、シャークボーイを相手に解消した。同月22日より開始された、ティネ世界タッグ王座挑戦権争奪トーナメントに、イーサン・カーター3世とタッグを組んで出場するも一戦で、ハーディーズと対戦して敗戦した。2015年8月29日、アントニオ・イノキが主催する。 イグフに参戦するために初来日を果たす。イグフ4にてぬくすと組んで、王アキラ剣道家臣と対戦。王に横入りエビ固めを決められ敗戦した。2017年8月18日、自身のツイッターでティネを対談することを明らかにした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。